約100年前、中国に生きていた李成桢という男を知っているだろうか。なんとこの男、現在の長寿ギネス記録の倍以上である256歳まで生きたという、にわかには信じがたいこの事実。しかし次々と出てくる証言に、あなたは信じずにはいられなくなる。どうも、アルゴメトリーの白石麻衣、やみやみこよ。どこがだよ、腐ったナスだろ。みじん切りにして麻婆ナスに突っ込んでやろう。さて今回はね、256歳まで生きた李成桢という男をご紹介していきたいと思います。嘘だよ、どういうこと。ギネス記録の倍以上も生きたとされる李成桢、本当に256歳まで生きたのか。この怪しい男の真実とは。256歳まで生きた男。現在ギネスに認定されている世界最高齢はジャンヌ・カルマンというフランスの女性が叩き出した122歳という記録なんです。非常に長生きのように感じられるんですが、そもそも人間の寿命というのは一体どれくらいなのでしょうか。最新の統計によると、日本人の平均寿命は男性で81歳、女性で87歳となっています。死因の大半が病気なので、今後医療の進歩によって寿命はどんどん伸びていくと考えられているんです。一方で人間の寿命には実は限界があるとの研究報告があるんです。それを明らかにしたのはアメリカのある医療研究チーム。なんと世界40カ国、過去最大100年間分の人間の死亡に関するデータを分析することで、その事実にたどり着いたんです。彼らによると人間の寿命の限界は125歳だと言います。つまりこのギネス記録の122歳は今後も超える人物が現れる可能性はほぼゼロに近いという、そんな絶対的な記録なんです。しかしそんな中、実はこの記録を大幅に覆した人物が過去に存在していたのではないかというデータが見つかりました。その人物は日本から海を越えた隣の国、中国にいました。男の名は李成桢。その年齢はなんと256歳、ギネス記録の2倍以上の年齢だったんです。この衝撃的な記録に当然のごとく多くの疑いの声が上がりました。果たしてこのような科学の域を超えて生き続けた人物が過去に存在していたのでしょうか。李成桢の存在は1930年にアメリカで発行された新聞ニューヨークタイムズの記事によって報道されました。このニューヨークタイムズは1851年に創刊され、現在ではアメリカで3本の指に入る発行部数を誇っているんです。そんなアメリカを代表するタイムズ紙に中国に派遣されていた特派員が現地で信じられない資料を発見したという旨の記事が掲載されたんです。その資料とは一体どんなものだったのでしょうか。その資料は中国がまだ清の時代に残された文書でした。そしてそこにはこんなことが書かれていたんです。1827年、李成桢が150歳の誕生日を祝った。1877年には200歳の誕生日を祝った。もしこの資料の内容を信じるならば、この李成桢という男は1677年に生まれ、少なくとも200年以上生きているということになるんです。しかし皆さんが感じている通り、ここで肝心となるのは清の時代のこの資料に信憑性があるかどうかっていうことなんですよね。現代の週刊誌のような嘘の情報が適当に書かれた記事というのはいつの時代もあるんです。そこでタイムズ紙の特派員はさらに調査を進めているんです。その結果、衝撃の事実が判明したんです。なんとこの資料は清国の政府の公文書だったんです。つまり当時の清国政府が李成桢の長寿を公式に認めていたということになるんです。さらに他にも彼について書かれた書物が見つかったんです。中でも代表的なのは楊慎という人物が書いた李成桢の伝記。この作者の楊慎はなんと中国国民党の国民革命軍の指揮官を務めていたという人物。このような社会的立場のある人物が書いていたとなると、この伝記の信憑性は非常に高いと言えるでしょう。このように有力な証拠によって李成桢という男の実在は証明されているんです。さらにその後もタイムズ紙の特派員は取材を続け、李成桢の知人なる人物からも話を聞くことに成功するんです。その人は少年時代、祖父から李成桢さんの話を聞いて育ちましたのでよく知っています。李成桢さんは祖父が子供の頃から大人だったんですと語ったんです。公式資料だけではなく実際に関わった人の存在も李成桢の長寿を裏付けているんです。その後ニューヨークタイムズは独自のルートで情報をつかみ、1933年には李成桢が亡くなったという報道も行いました。その時の記事がこちら。数々の証拠から李成桢という男が1677年に生まれ、1933年までのおよそ256年間を生きたという嘘みたいな話が真実であると証明されているんです。
いやもうそんだけ証拠並べ立てられたとしても256歳は疑わしいわよ。いやいやもうね、公式文書で裏付けられてるから、ね、だからでもあんたがなんかね、うん、コメント欄でかっこいいとか言われてることぐらい疑わしいわよ。いやいや、そういう人もいてもいいじゃん。俺だってさ、はい、続いてはね、このバチクソやべえ老人李成桐がなんでここまで長生きできたのかっていうのをバチクソバチクソバチクソ紹介していきたいと思います。李成桐長寿の秘訣。一旦李成桐が256歳まで生きたということを信じるとして、一体なぜ李成桐は256年間も生きることができたんでしょうか。その方法が気になりますよね。その長寿の秘訣は先ほど紹介した彼の伝記に最も詳しく書かれているんです。そこには李成桐が実は武道の達人で太極拳を極めており、その腕は抜群で軍隊で師範として活躍するほどだったということが書かれています。一見長寿と無関係な太極拳なんですが、実はこれこそが長寿の秘訣の一つだったんです。あまり知られていないんですけど、太極拳には血流を良くする、内臓のバランスを整えるなど健康を増進する効果があり、現在でも健康法として取り入れている年配の方が多くいるんです。軍隊の師範になるほどまでこの太極拳に熟練していたことが長寿の理由の一つなんです。ちなみに師範として軍に従事していたことが公文書に誕生日を祝う記述があったことの理由だと考えられているんです。ですがもちろんそれだけでは256歳まで長生きすることなど到底できません。実は李成桐は武道の師範の他にももう一つの顔を持っていたんです。そしてこれこそが彼の長寿の最大の秘訣だったんです。もう一つの顔、実は彼は漢方医だったんです。中国では伝統的に漢方薬がよく使われています。日本ではあまり普及していないので馴染みがない方も少なくないでしょう。漢方薬というのも様々な効用を持つ複数の薬草を組み合わせることによってできているんです。一般的に用いられる西洋医学の薬と比べて副作用が少ないのが特徴で、薬草を人それぞれの体質や症状に合わせて配合するといった細やかな調整ができるのも利点なんです。つまり患者によって薬草の組み合わせは無限に存在するんです。その分扱う難易度は高いんですが、臨機応変に使いこなすことができれば一般的な薬よりも圧倒的に高い効果を上げることができるんです。李成桐がそんな漢方のマスターである漢方医であったというのが彼の長寿の最大の秘訣だったんです。ちなみに李成桐は非常に天才であり、その漢方医になんとわずか10歳でなってしまったというのです。そんな彼の日課は山中を歩き回り薬草集めに勤しむことだったんです。彼の漢方への興味は病的なところがあり、薬草を求めて安南や西安、満州、さらにはチベットにまで足を運んだこともあったというんです。チベットはなんと 1300km 以上も離れています。この距離は日本で言えば東京大阪間を2往復してもお釣りが来るほどなんです。これを徒歩で行ったというのですからかなり異常っすよね。ではなぜこんなにも熱心に薬草の研究を続けていたというのでしょうか。それは何より漢方によるとてつもない効能を彼自身が体感していたからなんです。李成桐は研究を続ける中で後の大長寿にもつながるあることを確信しました。それは薬草の中には寿命を伸ばすものがあるということなんです。彼はそれを研究するため自らを実験台にしたんです。なんと40年以上もの間薬草だけを口にする生活を続けていたんです。ビッグマック食わせてやりては。研究の対象となった薬草はキノコの一種であるレイシやクコの実、朝鮮人参、鶴毒ダミといったものなんです。どの薬草も数千年前から不老長寿の効能があると言い伝えられてきたものなんです。そしてその中には本当に驚くべき効果を上げるものがあったんです。それはクコの実なんです。なんと毎日 10g のクコの実を食べ続けていたら体が軽く、歩くのも速くなり、さらには 50km 歩いても全く疲れを感じない体になったというんです。本当にクコの実にそれほどの効果があるのかは定かではないんですが、このように様々な漢方を摂取して健康を保ち続けたことが長寿につながったんです。またこの他にも彼の人生に対する姿勢のようなものも長寿に役立ったんです。それは1926年、中華民国時代の軍閥の指揮官であった呉佩甫将軍から自宅へと招待された時のエピソードによく現れているんです。将軍に長寿の秘訣を聞かれた李成桐はこのように答えました。心を落ち着けて亀のように座り、鳩のように歩き、そして犬のように寝ることなんです。めっちゃ幸せやんこれ。かなり分かりづらくて呉佩甫将軍にちゃんと伝わっていたかは怪しいんですが、ここで李成桐が言いたかったのは心身を平静に保ち自らを自然の一部として認め、その摂理に従って生きていくということだったんです。このように太極拳を極めていたこと、漢方医であったこと、さらにはこういった彼の生きる姿勢が長寿の秘訣だったんです。また真偽は定かではないんですが、他にもこんな逸話があるんです。まあでもこれ
これは李成の太極拳の弟子が証言したもので、まあ今話したことよりもさらにうさんくさいので、ちょっとここからは話半分で聞いてください。李成は山奥で漢方に使う薬草を集めている最中に、なんと彼の記録を大幅に超える500歳の老人に会ったそうなんです。嘘くせえな。その人物は腰が曲がり、真っ白な長い髭を蓄えた仙人のような風貌をしていたというんです。そのような見た目にもかかわらず、仙人はなんと山の中を飛ぶように歩いて移動していたというんです。そこで李成は仙人を追いかけ、長寿の秘訣を伝授してもらったというんです。また李成はかなり変わった身体的特徴を持っていたという説もあるんです。なんと彼の身長は3メートル近くもあったというんです。これらは噂話についた尾ひれであるという見方が大半なんですが、256歳まで生きた人間が実在するわけですから、このような話もありえないとは簡単には断定できないですよね。とはいえ、さすがにね、500歳の仙人なんていうのはね、ありえないと思いますよ。まあ、はい、あんたのことかっこいいって言ってるファンぐらいありえない。でもいいじゃん、傷つくわ。本当に一人ぐらいいて、もはや。李成の奇妙な人生。ところで李成はこれほどまで長生きして一体どのような人生を送ったというんでしょうか。256歳で亡くなったということは、常人の約3倍もの間生きていたということになります。もし皆さんが256歳まで生きるとしたら何をしますか。それに対する李成の回答は非常に意外なものだったんです。彼が人生の大半を費やしていたのは女性関係だったんです。なんと驚くべきことに、李成が一生のうちに結婚した数は23回だったんです。さらには子供はなんと200人以上もいたというんです。このエロジジイが23回ということは、単純に計算しても約10年ごとに奥さんを取り替えていたということになるんです。うわ最低。では実際にどんな結婚生活を送っていたというのでしょうか。彼はなんと同居はせずに通い込んで家事の世話のみをしてもらっていたそうなんです。羨ましいわ。そして256年間生き延びた彼が最もハマっていたのが賭け麻雀などの博打。しかも長生きした割には弱く、よく負けては賭け金を支払ってばかりだったそうなんです。クズじゃん、ただの。これらの話を聞くとかなり破天荒な性格に思えますよね。しかし実は博打に関してはわざと負けていたという説があるんです。その理由は、食べるものにも困る貧しい人に負けて賭け金を支払うという形でお金を渡すためだったんです。このように李成は人情深く、さらには全く怒ったことのないほど温厚な人物だったそうなんです。このような彼の豊かな人間性こそ長寿の真の秘訣だったのかもしれません。チャンネル登録と高評価よろしくね。